今夜おひげさんは新宿でライブですよね。はいはいはい、いや初めて新宿に行ったことって覚えてます？初めて新宿、まあまあ、あのサンミュージックで事務所がね、はい、まあ、四ツ谷内あの辺にありますんで、はい、まあ、ライブ会場多いんですよ新宿に。あの若手芸人が出るような小さい小屋が、はいはいはい、まあ、だからいろいろ行きましたけどもね、あんまりいい思い出はないです。でもいよいよじゃないですか。何がですか？今夜じゃないですか。いや別にそんなにいよいよ感ないんですよ。あ本当ですか？もう年に1回惰性でやってるだけなんで。そんな、そう、ほんまにそうなんです。ほんまにこれはそうなんですよ。そんなことないですよ。そんなものに来ていただいて申し訳ないですよ。いやいやいや、私も行きますからね。別に来なくてもいいんですよ。え、なんでですか？そんななんかね、芸能界の悪いとこやと思うんですよ。誰かがなんかするって鼻出さなあかん。ね。で、数ヶ月後の給料明細見たら、あいつの鼻代引かれてるねんっていうね。今月しんどいのにみたいなね。うん。まあ、鼻出せやったら金くれた方がいいんですけどね、僕はね。そんな、私だってお鼻出したらちっちゃいって言われたじゃないですか。鼻出してあります、今回。いや、マネージャーさんにお願いしましたよ。本当ですか、はい、そういうのは事務所で落としてるんですか？え、違いますよ。自分で自腹をちゃんと切ってるという、はいはい。そうです、そうです。さぞかし大きい花が今日は、新宿に咲いてるんでしょうね。信子ちゃん。コンパクトにしておきます。なんで？いや、こういう見栄やから、ああいうのは。ああ、ね、宮崎信子から大きい花来てるわという、はいはいはい、そういうなんかね、あるじゃないですか、花というのは。いや、去年、立派な花がいっぱい、ボンボンボンってあったじゃないですか。まあ、そんなにはなかったですよ。いや、で、マネージャーさんが、と話し合ってね、はい、私のマネージャーさんと。楽屋花の方がええからそうそうそう、邪魔なるからと。そ そうって言われて。ね、こじんまりした、手乗り花でしたよね。いや、手乗りじゃないですよ。一応両手ですけど。両手で抱える程度の。抱える程度ですけど、そしたらちっちゃい、ちっちゃい言われた。それは本当に申し訳なかったです。もうだからコンパクトにしました。あ、ほんま、はい、じゃあちょっととりあえず信子ちゃんがどれぐらいの大きさの花飾ってあるか今日ねこれ番組終わったら新宿行ってね劇場行って、はい、見ときますわ、はい、それであなたの僕に対する気持ち、はい、そういうものを推し量っていきたいなと思っております。わかりました、ありがとうございます。あのマネージャーですから知らないのでいやそれおかしいですよ、マネージャーのせいですよ、おかしいんですよ看板はあなたなんですからねこれ。